画好きのカンチャンネル。いやさあ、今日なんですけど、ええ、ちょっと最近カンチャンネルプロレス絡みがちょっと多いなと思いまして、まあまあネタもそうですし、まあ、コラボもそうですけどね、はいはい、なので久しぶりに、ちょっともうオノマネ芸人さん誰か行きたいなと。これがね、モノマネ芸人さん、まあ、モノマネ芸人っていう括りに入るのかどうかわからないけど、なんだ俺の近くにこんな面白い、こんなすごい人がいたんだと。ほぼ同期、まあモノマネのレパートリーはすげえやつがいるんですよ。コラボというか、こう噛み合うんですか？まあ噛み合わない正直俺同期だったけど昔から噛み合った感じはしてないんだけど。コラボの希望を出すんですけど大丈夫ですか？大丈夫、俺がただただ見たいだけだから。ちょっとかけてみたいと思います。大丈夫かなあの人電話。もしもし松村ですか？もしもし松村さんですか？はいはい。原辰徳です。あーはい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 じゃなくて、そっちそっちそっちに神奈月ってちゃんと出てるでしょ。よろしくお願いします。あれ加計さんちょっと今日漢字が違うんじゃないですか、こういうの。ええ、原さんとはやっぱり、まあ、年代も近いということもあってお互い切磋琢磨しましたのでね。まあ同じ80年のジャイアンツのドラフト1位ですので、同じサードということでね、はい。岡田君かけふ、そういった意味で打倒巨人への思いっていうのは非常に、まあ、お父さんが原光郎さんという、まあ、三池工業の監督 も、ね、東海大相模の監督もやってましたので、まあ、私の親父も野球に関してすごくそういった意味で強いので、まあ、造形の深い者同士の野球関係の中で戦ってきた者同士のなんかトークも楽しみですね。かけふさん、そこに岡田前監督はいますか？あれね、誰やんか、俺やんか、お前な。お、原、はい、原田とな、お前な、お前。すいません、先輩。ねえ、俺絶対負けんよ。巨人にはね、原には負けんよ、ほんとね。松村君、はいはい、すごいですね。モノマネのハイスパートが。ハイスパートとんでもございません。神奈月さんのね、100分の1もね、努力しておりませんよ、本当に、はい、振ったら何でもやってくれるんですね、昔からね。何でもやってくれます、はい、もう池袋のスター誕生で鍛えてますんで、ね、はい、懐かしい話、松竹梅事務所で鍛えてますんで、もう本当にオフィスボムでございますよ、本当に。松村君とは本当に同期、本当に同期ぐらいですもんね、お笑いライブとか出始めたらね。まあ、ちょっと神奈月さんの方が先輩ですけどね、本当に言うと大先輩なんですけど、神奈月さんが人からいい、腰が低いから甘えちゃってるとこありますね。半年ぐらいじゃない、人の話を聞きなさいって1年ぐらい先輩だと思います。そうでしたっけ。はいはいはい。でね、実は今ね、ちょっとこれ今カメラ回しちゃってるんですよ、YouTube の撮影してて。カメラ回してる、はいはい、カメラで、それまずこれをカメラ配信していいのかなと。いやもう大丈夫じゃないですか。大丈夫ですか。神奈月さんがやる分、俺がやる分はちょっと問題になるかもしれないですけど。どういうこと。神奈月さんがやる分全然大丈夫です。あ、はい、本当ですか。で、うん、松村君もほら YouTube やってるじゃないですか。はいはいはい、ためにならないチャンネルやってますよ。ためにならない、いつも見てますよ、いろんな野球 OB と絡んだりとか、めちゃくちゃ面白いんだけど。加計さん、マイク、中田浩二さんとかね、はいはい、広瀬哲郎さんとも日夜も絡みましたし、すごいね、どこからそういうブレーンを持ってくるのか、すごいな。球場に出入りしてますんで、コロナの前までは、はい、勝手に野球が好きだから球場行っちゃってるんですね。そうです、球場行っちゃってるし、それで、デイリースポーツの記者バッジもいただいてましたので、もうずっとそのままお話ししてましたのでね、はい、そうですか、はい、それで僕もね、 YouTube やってるんですけど。お、はいはい、はい、これはもうこんな近くにね、こんな同期で面白いモノマネをする人がいるんだから、
もうぜひこれは絡むしかないんじゃないかと、コラボするしかないんじゃないかと。よろしくお願いします。松村君ってプロレスラーとかのモノマネとかってできるんですか？いやプロレス、僕ね全然プロレスダメなんですよね。やっぱり力さんが地元なんですけどね、はいはい、やっぱり新日とか前日とか。あれできるでしょ、長州力さんじゃなくて高藤力さんできるでしょ。高藤力できるのと、あと記憶がない猪木さんとかですね。記憶がない猪木、はい、どうもリングスを作って50年のアントニオ猪木です。1,2,3,4,5,6 だもんやろ。分かってない。全日本プロレスアントニオ猪木さん、チャラン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 チャこれこのまま実力プロレスといえばアントニオ猪木だってやつやってましたね。止まりませんね。すいませんすいません、はい。いやそんなようなことやりたいですけど、もう この電話で十分なんで。ああ、じゃあずっと電話しましょうか。もう、はい、もうずっと電話でいいんじゃないですかね。ああそれもありですけどね、はい、もう神奈月さんのね、お好きなように言ってください。僕はもう何でもやりますんで、はい。わかりました。ちなみに、僕と例えばコラボするときって、はい、なんかリクエストあります？なんかこういう、まあ、この人とこの人で話してみたいとか。ああそうですね、真面目に野球談義もしたいし、うん、普通に喋ってればなんか誰々って言われたらなると思うんですけどね、うん、まあだけどスポーツ談義でもいいですし野球談義でもいいですし、はあはあ、まあじゃあ僕が達川さんになって野球界にしまして、ね、長嶋さんでもいいですし、長嶋さんと達川さんの対談っていいですね、いいですね、野村さんと、まあ、なんか原さんの対談でもいいですし、はあはあ、長嶋さんと野村さんでもいいですし、長嶋さんと達川さんでもいいですね。いい、もう、はい、もう何でも台本なくてできるもんね。いい感じになると思うんですけどね。ね、じゃあちょっとそんなような構成をちょっといろいろ考えますので、うん、たけしさんとか、まあ、何でも若、まあ、何を言える金八先生談義でもいいですし、うん、一緒に歩んだ神奈月さんの年表を語るっていうのもありかもしれませんね。俺の年表生い立ちとかどんな流れなのかなって年表見ながら、この時こうだったなっていう二人の年表合戦っていうのもありかもしれませんね。あんた俺の結婚式の二次会にも来てくれたじゃないですか。そう、行きました。パルさんが司会で僕行きましたよ。で俺の結婚式の二次会で下半身裸になってなかったっけ。そうそうそう、やりました。懐かしいですね。ね、で俺の神さんにすげえ説教されてたでしょ、三次会で。そうそう、本当あんなに怒られたの、女性にあんなに怒られたの初めてくらい怒られましたもん。あれから僕のトラウマですもん、神奈月さんちの、もう奥様には。いやでもね、奥さん見た時にね、いや、ええ、それは冗談として、ええ、本当ね、熱い、いい感じの奥さんだなって、なんか主導権握ったらうまくいくなと思ったら、やっぱりうまくいってますね。なんか、あ、そうですか。すごい気立てのいい奥さんだなって感じましたね。ありがとうございます、本当に。うん、だから俺、神奈月さん、この人と結婚して幸せになって、うまくいくなって、なんかいい風来るなっていうのは確信しましたね、あの場所で。よくわかんないですけどね、うん、だってその奥さんのことを、うん、看護師って言ってて、看護師じゃなかったんですよね、俺バカだからずっと。そうそうそう、看護師の奥様で、看護師ので全部間違えてたっていう。そうですね、呼ばなきゃよかったと思ってね、こっちは。いや呼ばなきゃよかったって、あれ呼ばれてないんですよ、そう、勝手に来たっていうか、どっかから情報で。あれ映画撮ってたでしょ、あの時ちょうど。それで、そうなんですかね、そのまま流れに行ったのかもしれませんね。で、なんか早く終わったっつって。お母さんと喋ったな、その話を。俺とお父さん？お母さん。あ、そう、うちのお袋と、ツーショット写真が実家にずっと飾ってあったのよ。うん、お母さんとね、ずっとなんか喋ってたんだよね、なんか。うちのお袋めちゃめちゃ喋るの好きだから。うん、うん。ミーハーだし。うん、あれからずっと松村君の話してたよ俺に。松村さん本当に面白くていい人だねっつって。ああ、嬉しいな、うん、まあ、いい思い出だな、まあ、そういう原宿でしたかね。原宿よう覚えてるね。あれルイード原宿じゃないですかね、近くじゃないですかね、の近くだったと思う。ルイード原宿だったかな、はいはい、なんか近くだったかな。かみさんは
あの時あの下半身出したじゃないですか、ピロピロで、ピロピロピロってやりながらおちんちん出してたでしょ、はいはい、で、かみさん怒ってたんだけど、引いてたんだけど、かみさんのお兄さんはバカ受けしてましたからよかった、そこが唯一の救いですね、はい、そこ押さえとけばいいんですよ、そうですね、はい、親族だけね、まあ、そういう話もいろいろしながらですね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあまたあの、はい、はい、あの日程決めますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、本当ありがとうございます。とんでもないです。はい、とんでもございません。なんか今一押しのモノマネって何かあるんですか。今一押しはドラフトの関野博之さんの声とか、まあ、東野幸治さんとかですかね。あ、まあ、東野さん、あと、おはようございます、東野幸治でございます、よろしくお願いいたします。あと、まあ、あのなんか、まあ、あの鎌倉殿の西田敏行さんとかですかね、ご指導法役のですかね。じゃあ、切る前に西田敏行さんで、あの、うん、一言言ってもらって。あの、かんちゃん、これから頑張ってね。はい、うん、かんちゃんとまっちゃんの見たいな、あの、二人の楽しいイベント、期待してますよ。わかりました、うん。YouTube 楽しみ、ありがとうね。西田さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白いね、やっぱり止まんないですね。止まらない、すごいわ、やっぱり松村君は。あの情報量がすごいでしょ、いろんな、ね、昔のことも全部覚えてるから。あの下半身出してピロピロっていうのはどういうことなんでしょうかね。うちのだから、その結婚式の二次会で来てくれたんですよ、突然、前触れもなく。あの情報を聞いてんで盛り上がるじゃないですか。で盛り上がっちゃったから、本人もあの盛り上がっちゃって、ピロ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 、昔ピロピロ流行ったじゃん、ピロピロやりながら、なんか、あ、多分お酒飲めないから、なんかジュースかなんかピロ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 やってて、でもどん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 やって、みんなバーって拍手したから、どん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 こうやって脱ぎ出しちゃって。なぜそこで脱いだんですか、ね、分かんない、テンション上がって脱ぎ出してて、若いから、若かったからさ、まだ20代の後半ぐらいだったからさ、ほんでバーって人の結婚式の二次会で下半身出してピロ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 、こうやってピロ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 ってだんだん引いてくっていう。最初ちょっとモノマネやつ、それを受けてたんだけど、あれ引いたね。じゃあ今回もぜひ期待して下半身出す可能性がある。下半身出す可能性があるね、盛り上がっちゃうと。それが50過ぎても治ってないのかどうなのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。ムービーをですね、シングしているオールウェイズの皆様、ハイ評価、そしてチャンネルプッシュ、どうも。